おい、なんだよ。また来い。聞いていただけませんか。君、なぜただ働きさせたか知りたいか。若者にとって最大の毒は何だと。時給だ。時給があるからこそ真の貧困が生まれる。寿命を金で売る発想がな。奇遇だな。俺も今は金なんていらない。望むのは貴様の破滅だけだ。よし。
こうだ。わかるかしら？よくできました。今は待たなきゃね。そうだ、
よし。つけておこう。